はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キャラファンタジア始めるぞ。キャラファンタジア始めていきましょう。ついてこい。はい、ということで、本日6月20日です。6月18日からですね、サッカークエスト ペコ A トライアルバージョンというのがの常設クエストなんですね。遊ぶことができるということで、ニューゲーム徳能先生のインタビューも翌21日に掲載されるみたいです。金色サッカークエスト第2弾は金色モザイクの花先生。すごいね。さらに、キャラクター5、星5の武器も追加。ということで、甲の水着か。水着じゃないと追加されないのか。最初のキャラクターをレベル100に上げる必要があります。せっかくなんだし楽しまなきゃね。私、手が小さいのでネックが細いギターしか弾けないんです。いらっしゃい。ちょっと弱かったけど頑張ってるわね。たまりこり戦闘鉱山ってあるんですね。準備はいい？さっさと行くぞ。さあ、クエスト行ってみましょう。どうなってんだろう。お、なんかメインクエストのスタミナ2分の1。これがサッカークエストですね。今日はどこかへお出かけしますか？ご案内しますよ。まあこれ常設のクエストということで。皆様。よーし、頑張ります。これいずれ、やってみようと思います。皆様がエトワリアを満喫できている。コミックエトワリアの続きをやります。今回はカオスというペンネームでリオコマ漫画を描いています。カオス先生ですね。今日もゴミネーム頑張って描くぞ。ということで、今、前回は10節までやってきましたが、11節ですね。そうか、ちょっと強化を、限界突破、水属性で美穂を強化させましょう。トールさんに近づけたかな。こんばんは。そろそろか。ゴミネームということで、これは先ほどの
このキャラクターに変えて、プレイしたいと思います。武器も大事ですよね。ボーナスがもらえるんだが、シュガーとソルトが絡む話でした。お、再会。喧嘩してるんです。喧嘩しちゃったんですよね、シュガーとソルトが。だからちゃんと仲直りできるかどうかっていうのをカオス先生心配してます。カオス先生も原稿の締め切りがあるにもかかわずこういう風に冒険に行っちゃいました。ソルト、そういえば、双子なのかな。ありがとうね。そういえばこのクエストはですね、バトルが常にあります。見るだけっていうのがないですね。カオス先生のカオスお姉ちゃんのネームって展開がちょっと急すぎてついていけない。ありえません。そうだよ、先走っちゃってる。一方その頃だ、カオス先生と残りのメンバーとの二部構成なんですよね、各話は。おるき、爆乳姫子先生、クイズかっこいいめ、ウィング V。 本当にいいね。ということでバトルですね。おっとチャンス。やるしかない。オッケイ。あ、勝手に動いてる。関連拾え、ここにあり。さあ、そうそう、なんか欲しいな。お、あんまり効かないんですよね、この技。そこだ。お待たせしました。まあ、残り一匹だから倒すんですけどね。バババババしてますね。燃えた。今日もゴミゲーム。
さあ今度は土属性なので、この草属性、風属性か、を行います。ちょっと風属性も強化したいです。そこで限界突破、通るかな。はい、成長したよ。したよね。ストールをちょっとパワーアップさせましょう。さあクエストへ。おはようございます。寝ちつ、先生ですね。チケットプラス2枚ってなってます。まあまだ余裕でしょう。行ってみましょう。私もお供させてもらうわね。すごいですね。覚悟する。おや、音楽は変わった。危ない、気をつけて。ほら、元気出るよ。何するんですか。そこで、はい、当然使います。アズニアンも行きます。アズニアン、うわ、うん、やりました。おっと、ランプ。素敵です。ドキドキします。たぬきつえみの女の子とたぬきの女の子、全く正反対な性格の二人の友情と思いやり。おー、やったー、よかったー、やったありがとうございます。ですね。ネームは通ったけど、原稿を完成させないといけない。はい、それなら、え、そうそう、そうだね。ん？なんでもって言ったよね。皆様、さあこれボス戦ということは、落ち着きます。ほぼストーリー終わり？ネームはもう終わった。やりました、すごいんです。はあ、あれ、皆様どう
お、コルツクさんが流通ルートを確保。でも、もちろんです。あの、それなら。じゃあ誰だったっけ。素晴らしいです。機械落ち着きます。お、まだあるんだ。休憩してないでネームやらなきゃ。再旅行か。これがボス戦かもしれない。土か。これも強化させましょう。ね、まあ青い。強い子青いやで。こてっちゃんですね。さあ、コテちゃんの強化を測ります。どうかな。で、クエストにチャレンジです。ルミーをコテッチャーにチェンジ。始めましょう。わーい。よし。うん。はい。ところで、そうなんですか。そうだね。どうしましょう。おっと、私を好きな人なんてきっと世界はどこにもいないよよって不穏です。誰？嘘。え？多分。なるほど。おバトル。どうなる。ボールの妖精でいた。行きますよ。トーテムボール。
はあ、なるほど、一体倒すだけさ。この気分は…ごめん、受け止められる？これはそう…チャンス。さあ、向かわれシールかな？慣れないことしちゃったから、じゃあね。来た。倒しました。はい、お疲れ様でした。おっと、コミックエイトや増刊号を手に入れた。先輩だったりして中身。それはってことはありがとうございます。あれ？ボツ？あばばばば！だだだだ。さあどうだ。あ、これで、シナリオクエストすべてクリアですね。それじゃあ行ってくるわね。あとは収集クエストですね。次回はこの収集クエストを中心にやっていくことになります。超強敵なんかもありますね。おはよう。これってまだ修行しないと。挑戦できないですよね。おはようございます。極めクエストは挑戦できるんだ。超簡単に勝てるとは思えない。燃えたカオルコです。カオスというペンネームで4コマ漫画を描いています。21日、翌日には追加試合をもありますね。この今回復刻版ということで、前回はなかったんでしょうね。